こちらの映像はおととい行われた参議院憲法審査会の審議の様子です。日本維新の会の猪瀬参議院議員が同僚議員が発言している際に隣でガムを噛みながら聞いているのが分かります。この様子が SNS などで広がり、党の幹部が今朝猪瀬氏を厳重注意しました。関係者は猪瀬氏は普段からガムを噛んでいる、眠気を覚ますためだったのではと話しています。これを受けて参議院の議員運営委員長は各会派に対し緊張感を持って対応するよう注意を促しました。